はい、こんにちは。ベルセルク最新話がやっと来ました。前回に続きまたもや5ヶ月待ち。今回もやっぱり波乱が起きます。もちろんネタバレ含みますので未読の方はご注意ください。それでは行きましょう。今回もあらすじから。やっぱり5ヶ月巻くとなんだっけってなっちゃいます。妖精島で自我を取り戻したキャスカと言葉を交わす間もなくグリフィスにさらわれ、妖精島は崩壊。なんとか船に乗り込み脱出するも、ゴッドハンドであるグリフィスに人たちも入れられずにキャスカをさらわれ、ガッツは精神崩壊。そこにクシャーンの吸収。久しぶりの再会となったリッケルと、そしてシラット率いるバーキラカの一団に捕まり、捕虜としてクシャン大陸の新天地に赴く。帝国に着いた一行はシラットの口から光の鷹を撃つ意向であることを知らされる。前話の最後では打倒光の鷹という正義を振りかざし、殺気だったシラットを前に、それをただならぬ眼差しで静観するリッケルとの表情が映し出される。やはりリッケルとは複雑ですよね。彼がこの後どう行動するのか、そして幽閉されているガッツはどうなるのか、この二人が鍵を握りそうな雰囲気で前話は終わっています。それでは最新話を読み解いていきます。今回読んで真っ先に思ったのはクシャーンの大地の緻密な書き込み。冒頭1枚目のカラー表紙、これを見てまず思いました。ここで真っ先に感じたのは新キャラ感。今まで見たこともないクシャーンの面々が描かれている。今回の最新話を読んでいくとわかるんですが、ここには地方に住む各部族の族長たちが描かれています。クシャーンは広大な土地を持つ多民族国家。部族ごとに装いが全然違いますよね。これまた多くの資料を参考にした感じが見て取れます。それっぽさって出すのすごく難しいですからね。今回ガッツ一行が連れてこられたこのクシャーン帝国もかなり栄えてますよね。冒頭で像が過ぎ去った後にリッケルとの背景に大きな城が描かれていますが、この雰囲気からはファルコニアにも劣らない規模の都市であることがわかります。時間をかけて壮大な世界観や設定を作り込み、そして絵に落とし込んでいったのがよく伝わってきます。三浦先生は事前に設定をしっかり作り込む方でしたよね。生前にクシャーンの設定をどこまで準備していたかは分かりませんが、以前走り出していたドゥルアンキという作品も単行本の中で作画設定資料が公開されていたり、ドゥルアンキのプロトタイプとなったアマゾネスというシナリオ、ここにもキャラクターのビジュアルやイメージイラスト、シナリオの挿絵や説明カットなど大小約50もの素材が執筆され、かなり細かく設定されていたと記されています。なので今回もクシャーンの世界観をベルセルクに落とし込むまでにかなり多くの時間を要したのではないかと思っています。今回の話は初めてファルコニアの描写がされた時のような、その世界がしっかりとそこにあるリアル感、世界観を感じました。三浦先生なしにここまでの世界観を作り込めるのはさすがです。マジで素晴らしすぎます。引き続き頑張ってほしい。そして新人さんも頑張ってください。陰ながら応援してます。そして今回もやっぱり時間の経過を感じました。前回そして前々回からも話しているように、リッケルとは見た目から少し大人びた雰囲気となり、身長も少し高くなったような感じがしています。そして今回の会話の中でクシャーンに対してこんな発言をしていました。俺たちの常識が通じないし、まるで別世界、それがクシャーン。でも肌や言葉の違いを除けばみんなでは同じ人間、仲間なのさ。これはもう長い年月一緒にいたからこそわかるという言葉じゃないですか。少なくても3年は一緒にいないとこの言葉出てこないと思います。そうじゃないと白人で目の青いリッケルともここまでこの国に馴染んでないとも思うんですよね。逃亡者であったリッケルととシラット、ダイバーたち彼らがここまで馴染んでるのを見るとどのくらいの歳月が経ったんでしょうね。そもそも確か彼らはバーキラカの隠れ里に向かっていたはずです。この経緯も気になる。でもグリフィスやキャスカの様子を見るとそこまで時間の経過は感じない。ちょっとこの辺の時系列の整理がつかないんですが、どういうことなんでしょうかね。誰か思うことがある方、ぜひコメントで教えてください。妖精島一行、ぶっちゃけみんな辛いですよね。だって自分たちが生まれて育ってきた故郷が一瞬でなくなって、国の女王桜の姫巫女は消滅。自分たちが慣れ親しんできた精霊や魔物たち、そしてそれらを育む豊かな自然が一夜にして沈んだ。なんとか船に乗り込むも、一息つく暇もなく、見たこともない褐色の肌を持ち、武器や鎧を身にまとった兵士たちに捕まり、身柄を拘束され、捕虜として異国の地に連れて行かれる。自由奔放だった自分たちの生き方はまるで通用しない。ゲドフリンはそんな彼らをすぐに率いて、
今のわしらはクシャーンの民としてこの地に根を張ることを許されたよそ者じゃ。しかしわしらは窓を志す者、心の中には常に妖精島が息づいておることを忘れるでないぞ、と声をかける。いや、さすが同志、ダナンが消滅してもしっかりとみんなの心を支える人格者です。しかし気になるのはダイバの企み。前話の376話でダイバはシール家の魔術に対してこの魔術を取り込めばと密かに企んでいる描写が描かれていました。ここ面白くて、ダイバは表情が読めないので彼が思っていることをしっかりと吹き出しの中に収めて書き記してくれましたね。ここでわざわざこの企みを示唆する必要があったということから考えると、西と東の魔術の融合は大きな戦力となるのかもしれません。でも相手はあのグリフィス、本当に勝てる見込みはあるんでしょうか。ダイバは自国が滅亡しようと純粋に戦いを楽しんでそうなので、僕はあまり信用してません。いや、ダイバって本当に読めないです。何者なんだろう。そして差し迫ったグリフィスの脅威に対抗するため、シェラット率いるクシャーン兵たちの眼差しはすぐに戦争を始めてしまいそうな勢いです。リッケルトはそんな彼らを見て早すぎると懸念しています。そんな時に彼の脳裏に浮かぶのはガッツ。藁にもすがるような思いでガッツに救いを求めています。リッケルトはあんなボロボロの姿になったガッツをまだ信じてるんですよね。リッケルトが時期早々と思うのは無理もなく、百戦錬磨とはいえ人間であるクシャーン一行が人外の化け物たちに対抗できるわけはない。もちろん窓や戦術があっても相手はあのグリフィスです。クシャン全体の認識として、先帝ガニュシカが負けたのは彼が軽率に行動したから。実は西で起こったあの大変革の全貌をクシャンの民は全く知りません。知ってるのは西から逃亡してきたダイバやシラットたちだけですが、ダイバもうまく情報操作をしてそそのかしてます。あの協定の2度の転生から現像世界までの軌跡は、今思えば全てグリフィスの手の上で転がされていただけ。クシャンはそれを分かっていない。この辺はマジで社会風刺的な何かを感じますよね。三浦先生の魂を感じます。このまま回戦すれば一瞬でひねりつぶされるのは目に見えている。何かが変わらないとこの思い上がったクシャーンは止められない。帝国では今クリル隊という最高首脳会議が開かれています。各民族の長が集まり、国の方針を決めるためのもの。今回は主に光の鷹にどう対抗するかについての議論がなされています。クシャーンにもいろんな民族がいるんですね。この中でも書かれているように、シラットは王族の一族、しかしバーキラカという暗殺集団の首領でもあります。この辺どういう流れなんでしょうか。この辺が描かれてる描写ってありましたっけ。シラットの格好愛想なんて絶対ないと思うので、誰かわかる方ぜひコメント欄で補足してください。会議が始まる前にダイバは、嫌な予感がしますぞこのクリル隊、穏便には終わりますまいと発言しています。会議中、都度シラットに突っかかってきた北の族長の言動がおかしくなったと同時に、背中に異変が起き体が爆発。そこから出てきたのはまさかのラクシャス。この瞬間ガッツの烙印がうつく。ラクシャスは実は元バーキラカ暗殺集団の追放者。暗殺集団ってだけでもクシャンでは毛嫌いされてるのに、そこを追放されるってどんだけヤバいことしたんでしょうね。もしかしたら次回はこの辺も少し明かされるかもしれません。彼は何者なのか、そして彼を止められる者は誰なのか。まあ僕は一人しか浮かびません。次回は大波乱の一幕となりそうです。ということで最新話を考察していきました。でね、実は今回最新話連続掲載なんですよ。2週間後の11月8日にまた最新話考察をさせていただきます。この流れをすぐに読めるのはマジで嬉しいですよね。今回別で気になったのは単行本最新刊の42巻、フランスで週刊1位を獲得したようです。これすごくないですか。三浦先生亡き後もフランスで愛され続けてるって様子がとっても嬉しいです。あと最後これだけ言わせてほしいんですが、動画のコメント欄が掲示板代わりになってるのが嬉しいっていただいたんですが、いやこれ僕もなんですよね。あくまでも僕も一ファンで、皆さんとコメント欄でいろいろやり取りできる場所があるっていうのが本当に嬉しいんですよ。リア友でベルセルク好きって人周りに全然いないですからね。なのでぜひ何でもいいのでコメントいただけると嬉しいです。みんなでワイワイしたい。それでは今回もご視聴ありがとうございました。